皆さんどうもこんにちは。2ヶ月のご無沙汰になります、ヌースレクチャー2013第3回を今から始めたいと思います。7月に始めたこのレクチャーですけども、3回目で今年最後の、東京の2013レクチャーとなりました。2013年というキーナンバーをもとにね、ヌーソロジー今年から活動を始めようということで始めたんですが、早くも2013が終わろうとしています。意識進化してますか？してないよね。現状というか、表に上がっている分はね、なかなかこう見えにくいものいろいろあると思うんですけども、ごくごく個人的に言って2013は僕にとってはすごい収穫でしたね。もちろんこうやってレクチャーを始めたことも含めて、なんて言うんだろうな、こうヌーソロジーの思考というのはやはりつくづくこう他者あってのものだなっていう感じなんですよね。10年ぐらいおとなしくしてた時は、一人で黙々とこのヌースの体系というか構造を掘り進めてたんですけど、やっぱレクチャーやり始めるとこうなんていうかな、顔が浮かんでくるんだよね。他者の顔っていうか皆さんの顔なんですけど、でその顔を一つの道しるべのようにして思考していくっていうことが、やはりヌースのとても重要な点なんだなと、今日も後でお話しますけども、僕もいつも常々言ってるんだけど、その今から起こるべくヌースが起こるとしているその人間の意識のこう変容なり進化というのは、常に他者を交えた思考の中で行っていくっていう、要するに新しいこう創造空間に入るときはみんな双子になって入るんだっていうイメージがあるので、僕自身も今年になって本当にこの双子の思考というのをどんどんこう加速がかかっています。でそういった意味で今日はちょっと今まではギアをローからセコに入るかな入らないかなぐらいだったんだけど、今日は一気にトップまで行くかもしれません。というのも、今日の話のテーマがですね、シリウスコネクションの真実ということで、皆さんもうそのシリウスっていう星については僕が説明するまでもなく、ご存知な方たくさんいらっしゃると思います。古代よりオカルティズムの象徴する、オカルティズムのこう教えを象徴するような星とされています。一番有名なのはエジプトのピラミッド、あれは、最近はオリオンミステリーなどといってオリオン座との関係とかの話も出てますけども、伝統的にはイシスの宮殿というふうに呼ばれてましたね。イシスの神殿か、女神イシス、古代エジプト人たちが女神イシスとして信仰を持ったこのイシスと、世界を生み出す母のような存在なんですけども、それとシリウスを重ね合わせていた。今の大体の、僕らがこう伝承しているっていうか継承しているオカルティズムっていうのは、ほとんどこのエジプトやメソポタミアの、古代文明の知識秘境というものをベースにしてますので、このピラミッドとも深いつながりを持って皆さんいろいろなことを語ってきたわけですけども、今日はヌーソロジーの視点からこのシリウスについてちょっとじっくり話してみようかなと思ってるんですね。それもテーマとしてこういうものを挙げました。ドゴンの宇宙哲学、ちょっと聞いてみようかな。皆さんドゴンの神話っていうのをちょこっとでもご存知の方はどのくらいいらっしゃるんだろう。半分ぐらいですかね。ありがとうございます。僕自身このドゴンの神話を読んだのは90年代半ば過ぎ、ちょうどオコスト情報を取ってオコストと別れた後ぐらいかな。別れたといってももう別れようぜとかいう深刻な話があったわけじゃないんですが、自然と声がね聞こえなくなっていって95年ぐらいでチャネリング止まったんですけども。